ソフィー・シャルロッテ・アウグステイン・バイエルンは、オルレアン家のアランソン公爵フェルディナン・フィリップの妻。フランス名、ソフィー・シャルロット・アン・バビエル。バイエルン王家であるビッテルスバッハ家坊家の、バイエルン公マクシミリアンとその妻であるオ女ジョルドビカの、娘として生まれた。姉に、オーストリア皇后エリーザベットがいる。1867年1月に、母方のいとこの息子である、 バイエルン王ルートビヒ二世と婚約したが、王は結婚の日取りを何度も延期した後、結局10月に婚約は破棄された。翌1868年9月、ゾフィーは、フランス王、ルイ・フィリップの次男ヌムール公ルイの息子アランソン公とポッセンホーフェン城で結婚した。夫妻は一男一女を設けた。1897年5月4日、 バザールドラシャリテで発生した火災に巻き込まれるも、救助を拒み、バザーの手伝いをしていた少女たちを先に助けるように求めたという。彼女は136人の犠牲者の一人となった。遺体は黒焦げになっていたが、死海によって特定され、ドルーの三類王室礼拝堂に埋葬された。なお、義理の命の死を知った二日後。 オマール公尺案リは心臓発作を起こして帰らぬ人となった。ウィキメディアコモンズには、ゾフィー・シャルロッティン・バイエルンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。